これはもう別の災害だと思いますよ。これはまずいですね。この規模は初めてですね。しかもものすごい大きい地震に重ねてこれだけの泥が入るような被害は初めてだと思いますね。水害は時間かかるんですよね。水が入ったものを全部きれいにしなきゃいけないから、それこそ壁に泥がついてたら壁もきれいにしなきゃいけないし、その壁を必要に応じて撤去しなきゃいけないし、畳取らなきゃいけないし、畳の下にあるこう床下に泥が入ってたらその泥をかき出すっていうのもあるし、今度はもっと人手が必要になるような状況になってるから、まあ、やっぱり外からのそういう運営のサポートとかも必要だし、もちろんその人手っていうところも必要だし、すごい時間かかるでしょうね。